はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は自閉スペクトラム症について解説しようと思います。自閉スペクトラム症の診断ですね、診断とか症状について、解説します。自閉スペクトラム症、英語で言うとオーティズムスペクトラムディスオーダーって言うんですね。なので略して ASD と言います。で、この診断基準はですね、 DSM-5 というアメリカの、まあアメリカっていうか国際的な診断基準に基づいてます。アメリカなんだけど、まあ、世界標準。そうですよね。あの、野球みたいなもんですよね。ワールドクラシックシリーズみたいなもんですけれど、なんだかんしって感じしますけど。まあ、とにかくこれの合わせて診断を説明します。で、診断基準はですね、この A、B、C、D、E のこの5つかな ?5 つの要素をすべて満たす必要があります。では、一つずつ見ていきましょう。で、A はですね、複数の状況で社会的コミュニケーション及び他人的相互反応における持続的な欠陥があり、現時点及び病歴で明らかとなると。うん、難しいね、ということになります。一個ずつ見ていくと簡単ですからね。複数の状況でっていうになります。これは何かっていうと、家でも学校でも会社でも、まあどんな場所でも、同じような症状が起きますよということですね。当たり前だろうと思うかもしれないんですけど、これはね、意外と当たり前じゃないんですよ。例えば家の中だけで症状が出る、キョドっちゃうとか、学校だけではうまくいかないとか、家ではめちゃね、おしゃべりできるのに、学校に行くともじもじ喋れないとかね、内弁慶のひどい版みたいなのあるわけじゃないですか。なので、複数の状況っていうのは結構大事なんですね。で、社会的コミュニケーション及び他人的相互反応。まあ、つまり、コミュニケーションですよね、簡単に言うと。なんか、これをどうやって分けてるのかっていうのは、ちょっと、すいません。経緯がわかんないっちゃわかんないんですけれど。まあ、社会的コミュニケーションっていうのは、まあ、その文化もあるので、社会っていうのは。その文化に合わせた行動を取れる、TPO に合わせた行動を取れるっていうことかなと思いますね。例えば僕とか昔ね、自衛隊にいたんですけど、社会的コミュニケーション、自衛隊の中の社会的コミュニケーションっていうと、敬礼じゃないですか。ね、敬礼はできて、他人的相互反応っていうのは会話なので、普通の日常会話できると、敬礼もできて日常会話できると普通なんだけれど、敬礼はできるけど会話ができないパターンっていうありますよね。敬礼とかできるけどそこからなんかうまくコミュニケーションはできないとか。逆に敬礼はできないけれどコミュニケーション取れるパターンもあるんですよね。だからなんか、すごいだらしない人とか。まあ、こっちがですね、この社会的な文脈で合わせた行動と、まあね、その、家、家族とかね、そういう親しい人間同士のコミュニケーションってちょっと違うんですけど、まあ両方大事なんですけれど、この両方において、まあ持続的な欠陥があり、だから、ずっと問題があるんですね。で、現時点及び病歴で明らかとなる、今も昔も問題があるよということなんです。で、例えば、対人関係での感情的なやり取りができないってことだったりします。難しいね。だからロボットと会話をしてるような感じだったり、なんか会話をしてるんだけど、なんかこっちの気持ちを全然汲み取ってくれない。で、相手は相手で、私の気持ち全然分かってくんないじゃないって言って、なんかこう、なんかこのね、数学で言うとねじれの位置みたいな形でですね、なんかやり取りができてないって感じですね。この感情が全くないってわけではないんですよ。感情はあるので、だけどそれがこう、うまく合ってかないんですよね。なので、会話が苦手だったりとかするし、身振り手振りでコミュニケーションするのが難しかったり、暗黙の了解っていうのがすごいできないんですよね。だから僕もこれ結構昔苦手で、今でも覚えてますけど、僕中高バスケ部だったんですけど、めちゃくちゃ運動神経悪いくせにバスケ部だったんですけど、その練習前とかに、ちょっとシュート練習とかしてると、友達がこうやってボールを投げてくんですね。で、ボールを投げてきて、これどうすんのみたいな感じになるわけですよ。だけど友達としてはこれでパスをやり取りしたりとか、いい感じでそのワンオンワンをやったりとか、シュート練習付き合ってって意味なんだけど、イエーイとかでボール投げてきた時に、えって挙動る。これが身振りとか暗黙の了解がわからないって感じですね。
はい。なので、僕はこうやってパスをもらったら、こうするっていう。中学の時に、あれこれどういう意味だって一瞬迷った経験があって、そしたら相手が表情曇るんですね。こいつ何みたいな感じになって。やばい、全然友達になれそうでなれなくなっちゃうと思って、すごい汗かいた記憶があります。はい。で、で、人間関係が苦手ってやつですね。だから人間関係を新しく作ったりとか、維持するっていうのがすごく苦手になります。そりゃそうですよね。コミュニケーションがうまく取れなかったら、一緒にいて楽しくないじゃないですか。だから相手が離れていっちゃったりするし、逆に自分から声もかけていけないし、まあ難しいっていうことですね。これが A の要素です。で、次、B の要素。B の要素は4つのうち2つ以上は当てはまんなきゃいけないよっていうやつで、まあ、情動的な行動。同じような行動を取り続けるんですね。あと、同一性、習慣へのこだわり。ちょっといきます。限定的な興味、感覚過敏、ドンマっていうものですね。があります。ちょっと、カンニングしますけど、例えば、情動的な行為って何かっていうとですね、子供の場合だとおもちゃを一列に、ずっと並べる。で、並べたら片付けて、また並べ直すとか、なんか、それ面白いのみたいな遊びですね。で、で、単調な情動運動とか、反響言語、オウム返しですね。あと独特な言い回しとか、変わった言葉を喋ったりしますね。で、同一性習慣へのこだわりっていうのは、もう、ずっと同じことやるんですよね。儀式のような挨拶習慣、毎日同じような道順を辿ったり、同じようなものを食べ続けたりします。で、限定的な興味。これは分かりやすいですね。電車だけが好きとか、魚だけが好きとか、まあ何でもいいんですけど、地図だけが好きとか、歴史の年号だけ覚えるのがすごいめちゃくちゃ好きとか、まあなんか、そこだけみたいな。で、他のことはあんまり知らなかったりしますよね。地図だけが好き。だけど、その地図は好きなんだけど、山の名前とか覚えるのは好きなんだけれど、その国の文化とか、歴史とかには興味がなかったりとか。まあ、そういうやつです。ここら辺は結構似てますね。あとは感覚過敏ですね、特定の匂いとかセーターのチクチクが嫌だとか、あとは鈍感さですね。疲れてるのに気づかない、なんか熱いお風呂に入っててのぼせるまで入っちゃうとか、なんかそういうやつですね。このうち2つ以上が入っているということです。あとは CDE は、結構簡単なんですけど、あ、そうそう。で、この B の要素も、この複数の状況で持続的で、過去も現病歴及び、現時点及び病歴で明らかである必要があります。はい。で、あとは CDE も、まあ補足的ですけど、まあ同じですね。発達早期から存在する。だから子供の時からこの症状、こういう問題ありますよということですね。で、社会的障害が起きているということです。これがちょっとネックになるんですよ。だからつまり、そのコミュニケーションとかで難を感じていて、でオタク興味の偏りがあるけれども、別に大学行けてるよねとか、留年せずに卒業できてるよねとか、会社でもまあクビにはなってないよねとかいうのは社会的障害と言えるんですかというのがあります。これは、ややこしいんですよ。どれぐらい広く取るか狭く取るかで、結構意見が分かれます。だから、精神疾患とか精神科の診断っていうのは、福祉の要素もあるんですね。社会福祉の要素もあるので、実際その人が、どれぐらい生活に困難を覚えてるのか、社会的な、援助はどれぐらい必要としてるかによって、診断のが決まったりするんですよね。だから現実的な困難さを覚えているけれども、社会援助の必要がない、まあ社会保障のレベルに達してない場合はグレーゾーンと呼ばれたりします。でもそれでいいのっていう意見もあるんですね。だから早く診断をしてあげることで、それをきちっとやることでいいこともあるし、薬物治療を早く始めることで、その本人の自信を失わなくても済むっていう考えもあるし、逆にですね、この発達障害と分かるように成長の余地があるんですね。成長の余地があるかもしれないんですよ。なので、そんなにガンガン診断してっていいんですかっていう問題もあります。これはね、もう意見がもう真逆ですよね。
なのでいろいろ議論が分かれます。ただね、ただじゃあ、どんどん診断した方がいいんじゃない派と、診断に対して慎重派の先生2人いたときに、実際の彼らの臨床とかカルテを見ているとガンガン診断しましょうの人の方が診断幅狭くて、慎重に診断しましょうの人の方が診断基準が広い場合があるんですよ。これね、面白いんですよ。臨床って本人が言ってることとか言語化してることとやってる臨床ちょっとずれてたりするんですよね。それは自分が問題だと思ってるから言語化されていて、自分が問題ないと思ってることは言語化されないとか、まあいろいろそのこの話はマニアックなのでなんかやめますけど、多分聞いてる皆さんにあまり興味がないと思うのでやめますけれど、まあそういうもん、ことあります。だから言論としてはそうだけれども、臨床としてはやっぱりみんな真ん中に寄っていくので、あんまり心配しなくてもいいよという話ですね。はい。で、全般、E の要素は全般的な知的能力障害ではないということです。つまり、能力が全体的に低いから問題が起きているのではなくて、そこだけができないんですね。他のことはできるけど、そこだけができないっていうのが、発達障害の、まあ、定義でもあるので、知的能力の障害ではないということなんです。だから大学生であるっていう時点で、例えばね、全般的な知的能力の障害ではないとも言えるんですね。ここはややこしいですね。ただこの全般的な知的障害、そう、知的障害と発達障害っていうのは別に合併しててもいいんですよ。だから、その、全体が高いもの、全体が低いもの、低い中にも波があってデコボコしていれば、発達障害と知的障害を合併するということになるので、合併はあり得ますということですね。で、ここまで、これが診断基準であり症状なんですね。で、他にもプラスアルファいろいろありますけれど、症状については、まあ、オーソドックスな、診断および症状っていうのは これらになります。で、ここまで聞くとですね、じゃあ心理検査はどう必要なの、脳波検査って必要なのとか、あれ私なんか脳波検査でうん万円取られましたけどとか、心理検査でうん万円取られましたよっていう人いると思うんですよね。だからこれ絶対これらが必要ってわけではないです。脳波検査に関しては言うと、こんなん全然わかりません。わかりませんというか研究段階です。はい。研究段階なので、もう、まあ、心理検査ですね。必要といえば。ただそれも、この基準、ここら辺で、この基準を満たすためには必要かというと、必要ではないですよね。見たらわかると思いますけれど。検査をした方がわかりやすいということだし、患者さんの嘘を見破りやすいってことですよね。まあ、言い方悪いですけれど。でもまあ、で、必須ではないよということなんですね。なのできちんとまあ現時点の問題と病歴、あと診察室でのまあコミュニケーションの感じ、なんかこう相手との意思疎通の感じとかでまあ評価するっていうことかなと思います。で、ASD の場合はですね、まあ治療について言うと。基本的に薬物治療っていうのは効きません。薬物治療が効くのはここですね。感覚過敏とか鈍感さだけなので、まあ、ここら辺には薬物治療を使うんだけれども、ここら辺の問題とかコミュニケーションの問題については、カウンセリングとか、ソーシャルスキルトレーニングとかが、必要なので、まあ、そういうことを重視してやったりとか、疾患説明をしたりとか、疾病教育をしたりします。ということかな。で、ADHD も合併していることが多いので、まあ、ADHD については薬物治療もできるのでということが言えるかなと思います。はい。今回はですね、自閉スペクトラム症 ASD について、まあ、症状及び診断を解説しました。もしこの動画はですね、今回良かったと思った方は、グッドボタン及びチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。はい。なんかすごい流れちゃいましたけど、最後は。はい。なんか、どんどんどんと、いかなかったですね。はい。すいません。じゃあまた明日、毎日10分ショートレクチャーしましょう。ではまた。